どうもどうもライナとみんなシューフェルです。あれごめんなさいフーフェルさん、もう一回お名前いいですか？みんなシューフェルです。どうやらイケボじゃないと録画されないようなんで、すいませんけど、イケボでお願いしたいんですけど。わかりました。じゃあ私からもう一回いきますね。どうもどうもライナとみんなシューフェルです。OK です。さすがです。ありがとうございます。では前回の続きからやっていきます。頑張ろう。頑張りましょう。はい、緊急任務来たので1個やってきます。ミッドポイントですね。コンボとシュグボログボロ2体ですね。これちょっとさっき1回やってしまったやつなんですけど、ちょっと録画されてなかったのでもう1回やります。準備万端。あ、もうアリサもどきじゃないや。もどきじゃないもん。もどきだって絶対。なんで？いや、もう完璧なるもどきだったよ。いや、あれはパチモンよ。ああ、なるほどね。実はあれが本体だったりして。本体？ああ。本人病室にいるのに本体ピンピンしとるんや。うん。なんかこのね、マップっていうか、このフィールド苦手なんだよね。お？なんで？なんかすごい道走るじゃん、遠くまで。うん。入り組んでるしさ、なんか苦手なんだよな。地方用ゆてぃ。あ、もし死んだ。気のせいだ。早いな。私は悪くない。まあ悪いとは誰も言ってないよ。敵がまだ出てこないね。うん、出てくるまで時間がありすぎだね。ちょっとそういうの困るんでやめてもらっていいですかね。放送事故です。すみません。本当だよ、反省しろ。来た。敵が空気読んだよ。ほんとそういうのやめて。敵に空気読んでもらうとかマジないから。あ、ごめん、ちょっとここでお知らせがあるんですけど、ちょっと言ってみてもいいですかね。はい。私アイテム補充してきてないですね。え、忘れてたんよ、ごめんよ。で、ガス欠なのは私です。うん、あれほどちゃんと補充しといてねって言うたのに。え、そんなこと言った？言ってないだよね、ほらね。あ、倒しちゃった。よいよい。あれ、今回僕シューに関しては最後にとどめさせてないぞ。ブン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 してるだけですぐ殺せるっていう。やべえ、フーフェルさんバーストさせてしまった。臭いな。バーストしてる？いいね。あー、やばいやばいやばい。フーフェルさんバーストさせたら早いじゃん、終わるの。まずいぞそれは。ん？大丈夫。今回今捕食してる。捕食してる。遊んでる。やめろよ、バースト2じゃん。ほら、ステップでこうやってブーンで。ブー。遊びすぎだよね。ブーン。ブーン。あ。あ、ねえ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 、ちょっと待って、本当に危ない危ない、死ぬ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 。あ、そっか、2体来るんだ。え、そんなことやってるといいけど、私死ぬよ。ほら死んだ。なんで誘致したの？いや、なんか疲れたなと思って、そろそろ寝ようかなと思ったんだよ。あら、じゃあおしっこ買った、終わった。え、なになに、ちょっとどういうこと、今なんか言った？
いや何も、おっか、おっ、はい。ついに日本語言えなくなった。今年の。いいよ。ブーン。いやー、これはいいっすね、このステップ。頭のおかしいステップ？全然違います。頭ハッピーセットステップ。何笑ってんの？どう考えてもそうなるんだよな、本当に。頭ハッピーセット。フーフーさんは何かするたびにもう頭ハッピーセットってね。気持ちです。おかしい。ありがとうございます。ありがとうございます。早く。私死んじゃうから。早っ。さすがです。いや、だって早く早く。これっすよ。いくよ。待って、見えてない。見えてないんだけど、どこいんの？ね、あ、もう切れちゃった。補足できないんで。早くやって。切れちゃいましたよ。いやー、まったく。早く、こうやってやって。オッケー。よし。一発で割ってれたことにもう満足。やろうぜって当ててやんよ。当たんねえや。絶対当てにくもん。ね、おかしいおかしいおかしい。さあ、あとは私がやっておく。大丈夫、微笑みを浮かべて声かけるだけだから。めっちゃ笑顔やん今絶対。ニコって笑って銃を向けて。撃つ。悪魔や。悪魔ちゃうもん。じゃあ何ですか？あの天使。失笑だよ。ひでえ。はい、次が多分ストーリーの方進むことになると思います。錆びた刃かな？周一体。の撃退ですね。これはメンバー固定になります。咲夜相馬ですね。じゃあやっていきます。これでいいかな。 Go 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 Let's Go Let's Go。 なんかしてたけど Go。 ボカットすか。え。はい、じゃあやっていきます。あー、こいつほんと嫌い。何、私今した浮いてるのだけは。今私おかしい命令出した。たくさんしろみたいな、そんな命令出したよ私。あー、逃げろと散らばれと。みんなどっか行っちゃった。散らばるんでしょ。なんかついてきて。ねえ、後ろのでっかいの倒そうっていう気はないのかな、お兄さん。あ、なんか後ろにいた。そう、気づいてなかった？あれ誰？あなたは誰？あ、なんかシューっぽいな。いただきまーす。あっと、あぶれ。ちょ、全く止まっててくれてもええ。あれ？軽々する。いや、かかった。お。かかったけどね、トラップの後ろに私がいたから、私もダメージ受けるっていう。ビーム。あ、切れちゃった。お。シュウさんなんか足をくじいたみたいだな。足首をくじきました。ビーム。私今さ、シュウのさヘッドショットしたよ。お、いいね。で
え、どこに行っちゃったんだ、自分。自分のいる場所がわからなすぎる。こんな任務ばっかだと運動不足になっちゃうね。生き延びるわ。必ず。ははははは。当たらないよ。あれ、なんで当たらないの、あの人。あと6秒、5秒。逃げ切ってやんよ。もうそろそろ弾切れたかな。ははははは。射撃下手だね。射撃下手だね。ひどいなぁ。いや、大丈夫。うん、大丈夫。何が大丈夫。任せろ。何自分に聞かせてんの。長官、俺たちも。ああ。大丈夫。何が起きるかは、後の楽しみさ。やばい、フーフェルさんの師匠がいる。え？いないよ。いや、フーフェルさんの弟子か師匠じゃん、この子。発見の可能性が。いや、弟子持ったことないね。この子、師匠でしょ。師匠ちゃうねん。弟子か。五社の弟子でしょ。五社率ナンバーワンとナンバーツー。五社率 100% のあの人っすね。教えてやろうか。ましてや血を分けた弟だ。飛び出したいのはあいつの方だろ。なんか急にあのおじさん話し始めたね。うん。今まで影を勤めていたの。玄道さんだっけ。え、林道さんのお父さんだから玄道さんっていうの。わかんない。名前なんだったっけ。いない。嘘つき。嘘つき。いなかった。いなかった。玄さんって名前です。なんでどうつけたんですか。もう誰も信じらんない。ああ、ありえない、ありえない。信じられなくなった。ひどい。じゃあ、メインストーリーの方を進めていきたいと思います。はい。ガイナ、ミツキ、サクヤ、ソーマのメンバーでいきます。これはメンバー固定なのであんまりいじれなかったですね。いじる？だよ。あれ、さっき準備万端って言ってなかった？え、準備万端っすよ、こっち。あら、騙したな。え、騙してないよ。マジか、ショックだわ。なんで？騙された。What？ いや、騙してないよ。騙された。と思うじゃん。と思うやろ。と思うやろ。最高。やば。え、操作方法がさ、あ、地図どうやって出すんだったっけ。あ、地図どうやって出すんだったっけ。オプションボタン。全然違ったわ。あれ全然違った。え、どうだっけ、どうだっけ。オプション、オプション、オプションだったよ。あ、終わっちゃった。やばい、どうしよう。グダグダやん、この回。いやー、とあるゲームずっとやってたからな。あれ、あれ、なんかグボログボロのところ来たと思ったら全然全然や、全然いないんだけど。会えた、グボログボロ。全然違うの、ちょっと待って。やばい、やり方忘れてるじゃん。いやー、無言にはさすがにな。あい、え、なに。おお、雑魚は倒したね。なんだよ。え、倒した倒した。多分もうグボログボロ終わるんじゃない。マジでグボログボロ終わっちゃう。終わるかも。もう逃げてるし、捕食しに行こうとしてるかい。
やばいな、線出てんだよな。え、何がダメージ？うん、あ、終わっちゃった。グボログボロ倒すの早いわ。これ覚えている。あれは、あれはシュー様ではないですか。まあどれもいいんですか。ちょっとまあ、あのちょっと頭のおかしい人にこれをやってバーストさせとくと、はい、あざっす。頑張ってね、頑張ってね、3まで上げたんだから頑張ってね。こっちは2まで上げたんだから頑張ってね。いや、あと1ほら、あと1 あと1、足りないですよ。入った。いや、持ってなかった。あ、いた、行ってないじゃん。え、どこにいんの、そもそも。あなたがどこにいるの。ここにいる。行った、ほら、え、紛れてる。3にした。当たった、当たった、おし、グッジョブ、グッジョブ、グッジョブ。多分ね、ちょっとこれ気づいたんだけど、多分気づいてる人はいると思うんだけど、うん、これ日付分けて今回撮ってるから前回のテンションの差が違いすぎる。まあね、前回ね、編集してて分かるの、冷静だった。ふざけた中にも冷静さがあった。今回はもう深夜テンションになりつつある。だね、適当やんね。やばいな、多分俺声絶対小さいぞ。いや、でも神の声になってないよ。あのね、1話から見てる人ならわかるんだけどね、そんな人いるはずねえやろ。だんだん喋り方が変わってるっていうね。いるはずねえやろ。いや、いると思うよ、多分。いると信じて。いると信じて。今回もトリプル S でございます。おお、 S です。SSS です。トリプル S ですね。SSSS だね。お、こっちイベント始まった。あ、そっちか。鎮静剤をクッションは交換しておけ。お。これあれだよね、サイコパスだよね。うん、これフーフェルさんが普段言ったらウケるよね。はごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんで。わからない。え、わからない。え、と思うやろ。と思うやろ。だが断る。クソ親父や。ない方がいいだろうな。あ、長老だ。タヌキ親父や。とあの調子だ。タヌキ親父。改めた方がいいぞ。でも多分タヌキ親父って言葉がぴったりだと思いますよ。彼女だって今の様子は、まあね、あまり見られたくないだろうし。化けてるし。ちゃんと服着ろ。白衣。白衣なの。の服、白衣着てるでしょ。白衣着た、下に着てる服下インするかインしないかはっきりしてほしい。あ、そこ気になる。そこ気になっちゃうね。でイベントが始まると。今がチャンスだろ。いや、バッチリ入ってるけど。話しても無駄だよ。効果の高い鎮静薬が届いたんでね。入ってる、入ってる。普通にアリサがううう言っとるよ。ほんとせっかく変わりすぎや。うまうま。あれ、え、ここは、え、私どうして。アリサさんが復活した。アリサさんが復活したようです。まさかです。失礼する。ニパフェルさんの目指すところがわからない。わかんない。今日キャラブレブレっていう。今日はキャラブレブブレブレブレ、はい、レブレブ、まさか意識を取り戻すとは。ブレブレ、詳しくは分かりませんが、例のこの人足臭そうだな。はい、新型毒の感染現象が起きたのではないかと。いや違う、はい、この大熊先生の足元隔離しますか。映してるんだけど、やめて、彼をいじめないであげて。
臭そう。草生える。はい、では私はこれで。だってあの風呂入ってなさそう。やめてあげて、彼のライフはゼロよ。大丈夫、私はもう1しかないから。はい、次行こう。元から、元から、いや今現在ある意味な、ある意味。はい、じゃあ次行きます。はい、真夏のウグイス、これウグイスっていうのかな。金剛とザイゴートとコングメーデンを倒します。これもメンバーは動かせないようですね。ライナ、ミツキ、サクヤ、ソウまで行きます。バックアップはいらないです。めんどいんでなんで座ってた。めんどいんで。アイテムなんか前回持ってってなかったから、ちょっと。お、規制か。本日の任務を。お？当該地域の荒神一層に変更。規制？何何？なお検査中だったアリサは解放に向かい。アイテムを持っていかないっていうのは。入院のためしばらく前線を離れることになるだろう。どうかだ。本日をもって人気。なんかしょっちゅうやらかすんだけど。希望者であるリンドは。なんで？消息不明。除隊として扱われることになる。いやじゃあもう今度からアイテム持ったって言うしかないね。お母さんじゃん。まだ腕はもう人気も見つかってないです。歯磨いたとか上層部のハンカチ持った。それにね。腕輪のビーコン。あれ俺これ。生体信号共に消失したことが確認された。これ？未確認荒神の活動が。なんかやったような覚えがあるな、どっかで。生きているかもわからない人間を探す余裕はない。それは一回はやったんじゃない。気のせいか。いやでもプレステ4で見ると映像めちゃ綺麗やな。こんなに早く捜索が打ち切られるなんておかしいわ。綺麗綺麗。襲われた敵も場所も明らかなのに。綺麗綺麗。綺麗綺麗。いやごめん。君に当たっても仕方ないね。すごいなんか咲夜さん肌色多いな。頭を冷やしてくる。任務には間に合うよ。なんかさ本当に咲夜さんだけ露出度高いよね。だいぶ巻いてる。あのちょっと言ってもいいかな。今メガネかけてなかったからさ、サクヤさん肌色の塊にしか見えてなかったよ。急にどうしたの？同じ新型なんです。肌色の塊。肉の塊みたいな言い方やな。いや、サクヤさんの様子見に行ってくるよ。目が悪いとこうなってしまう。ゲームのやりすぎには気をつけようだよね。聞いたか。タイムを。第一部隊のリンドさんのこと。やばい、メガネかけよ。サクヤさんがサクヤさんじゃない。いやでも一発で認識はできるだろうけど、識別はできるだろうけど、うん、あーなんか肌色の塊動いてるな、あサクヤさんかみたいな。肌色の塊。じゃあね、もうこう宇宙海で待機して。はい、お疲れ。ふざけんなよちょっと待って待って、いいよ。あのさ、ちょっと待って、さくやさんオーバー切り しすぎ。待って、さっき私どこ誤射したよね。いいよ。なことしませんっすよ。早すぎか。え、いつものことだよ。やることなくて他のもの借り始める。いや、いつものこと大丈夫大丈夫。え、でもこんな速度でやってるじゃないですか。頭が痛い。なんかいきなり耳元でシャルルが流れてきてびっくりした。今回はここで終了です。次回はまたこの続きからです。もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではミノシフーヘルとライナでした。ご視聴ありがとうございました。そや敵のことも消してしまうならもういいよ。笑って抱えて歩いた意味もなく、ただ街を見下ろした。こやけにその節に心を刻んでるといいか。
こでよ、それでいつか深い青で満たしたのならどうだろう、こんな風に悩めるのかな、愛を歌って歌って雲の上に濁り切ってはみ